襲撃班の黒幕。ついに決行された川原千治と花垣武道の襲撃。襲撃班が六波羅探題と判明し、混沌としている最新220話。そして裏で暗躍する黒幕。今回は襲撃の黒幕から、テラノサウスの今後、さらにはドラケンの生死まで触れていきたいと思います。ということで今回は花垣武道襲撃の黒幕について徹底考察したいと思います。なお、東京リベンジャーズ第220話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずはざっくり第220話を振り返りたいと思います。前回第219話では、ブラフマン集会後に武道はですね、川原千治と遊園地デートをしていると、二人は短冊を見つけ願い事を書くんです。武道はマイキーをぶっ飛ばすと書けば、千治はこう書きます。花垣を守る。そして二人が握手した瞬間、武道は再び千治が殺される光景を見来し、そして川原千治が殺されるのは、7月7日、今日だったんです。そして武道はですね、未来史を信じ、千治が死ぬことを確信するも、千治がトイレに行ったことで目を離してしまう。急いで千治を探す武道でしたが、その時でした。目の前には六波羅探題が。襲撃班はサウスや幹部ではなく、一般隊員だった。このために命がけで銃を手に入れたんだ。そして銃を取り出し、武道が狙われるんですけども、その時でした。川原千治がですね、武道を助けに猛ダッシュで駆けつけるんです。しかし完全に未来史通りに進んでいることを悟った武道は全力で千治をかばう。しかし運よく銃弾が外れたことで2人とも生存するんです。ところが弾はまだ残っていた。銃弾が3発放たれたその時でした。間一髪で竜宮事件が駆けつけるんです。そんな第220話なんですが、前回第219話の動画では大きく襲撃班を3パターンに分けて分析しました。襲撃班がテラのサウスの場合、襲撃班が幹部の場合、最後に襲撃班が一般隊員の場合です。その結果として3つ目の考察がドンピシャでハマったんですが、六波羅探題の襲撃について1つだけ気がかりな点がありますよね。それが銃の入手先。第220話で花垣武道を襲撃した六波羅探題の一般隊員はこう語っています。このために命がけで銃を手に入れたんだ。つまり六波羅探題の一般隊員は銃を何者かから入手してるんです。一体何者なのか、結論から言います。それは明石武臣、三津春千代、佐野万次郎、この3択のいずれかこそが花垣武道襲撃事件の黒幕だと思われます。それぞれ見ていこうと思います。ところでですね、なぜ黒幕は武道を消したかったのでしょうか。まず、第216話、そして第219話で見た未来史では、川原千治が頭から血を出して死亡。そして結果として武道は生き残っている。以上より六波羅探題に狙われたのは、当初は川原千治だと考察してきたんですけども、まさかのターゲットは武道だった。ではなぜ武道が狙われたのか。黒幕がですね、明石武臣の場合、三津春千代の場合、佐野万次郎の場合でそれぞれ見ていきましょう。まずは黒幕明石武臣のケース。結論から言うと、明石武臣が武道を殺す理由は2つ。まず1つ目に、六波羅探題に対する攻撃の大義名分を作るため。2つ目に、マイキーを完全に闇落ちさせるためです。まずは、六波羅探題に対する攻撃の大義名分を作るためについてですが、もし3点の一角である六波羅探題の誰かが、ブラフマンの花垣武道を殺したとなれば、六波羅探題とブラフマンの衝突は避けられません。そればかりか、非があるのは 100% 六波羅であり、ドラケンの言葉を借りるならば、不良の道を逸れたのは六波羅探題です。3点時代の統一を狙うブラフマンからすれば、これ以上ない絶好の大義名分になります。しかしこれから3点戦争を仕掛けることを宣言しているブラフマンが、わざわざ大義名分なんて欲しがるのでしょうか。武道を殺されたことを理由にしなくても、1週間後には衝突するわけなんで、つまり明石武臣が花垣武道を殺したい理由は、そもそもないんです。次に明石が武道を殺したい理由、それはマイキーを完全に闇落ちさせるため。結論から言うと、明石が武道を殺したいのはこっちの方が本命でしょう。明石武臣は何かしらの理由で、マイキーの黒い衝動のことを知っている。そして明石が黒い衝動を知り得る可能性はこうです。佐野万次郎は幼い頃から黒い衝動をたびたび発症させていた。しかし兄佐野慎一郎はマイキーの黒い衝動に気づく。佐野慎一郎は明石武臣に弟の黒い衝動について相談。そしてここで初めて、明石はマイキーが黒い衝動を抱えていることを知るんです。図にするとこんな感じで、明石武臣は2008年、佐野慎一郎、バージケイスケ、佐野エマの3人が死亡し、マイキーが以前にも増して闇に落ちていることを把握すると、ついに行動に出る。それはブラフマンの創設。そして明石はブラフマンを巨大化するために、理想的なトップとして、完全に闇落ちしたマイキーを据えたい。明石武臣は黒い衝動に魅了されていたんです。しかし、明石武臣にとって理想的なトップともなり得る黒い衝動マイキーを阻害する存在がいる。それが花垣武道。武道は馬事圭介、佐野絵馬、佐野慎一郎の3人がいなくなったとしても、黒い衝動を止める4人目のストッパーとなり得る。武道が4人目のストッパーとなり得る理由は第117話で明かされています。クリスマス決戦後にフィリピンでマイキーと再会した武道は、マイキーが黒い衝動と戦っていたことを知ります。なんとか一人で頑張ったけど抑えられなかった。だから兄貴のように叱ってほしかった。つまり明石は、武道がマイキーを更生させるのをどうしても避けたかったというわけなんです。だから、六波羅探題の一般隊員に銃を渡し、花垣武道を抹殺するようにけしかけた。そして極めつけは雨。第219話で急に雨が降ってきたことはご存知の通りですが、雨といえば日本一の雨男、明石武臣。奴はすでに近くにいる。次に、武道襲撃の黒幕がサンズ・ハルチオだった場合。結論から言うと、サンズが武道を殺したい理由はほぼありません。よってですね、サンズ・ハルチオが黒幕の可能性は、明石よりも低いと思われます。そもそもサンズと武道には全く因縁がありません。サンズは東京卍会の5番隊副隊長だったんですけども、関東事変までは武道と絡みが全くなく、ようやく会話したのも第201話。現代で梵天ナンバー2となったサンズ・ハルチオとの会話。そんなサンズ・ハルチオはなぜ武道を狙ったのか。あえてサンズが武道を殺す理由を考えるならば、単純にライバルであるブラフマンの戦力を削ぎたい。憎き河原木戦士と仲良くしているから。この辺かなぁと思います。ただしですね、単純にライバルであるブラフマンの戦力を削ぎたいためについては、ライバルの戦力を削ぎたいなら武道にこだわる必要性はありませんよね。またですね、憎き河原木戦士と仲良くしているから武道を殺したいについても、違和感があります。もし、サンズ・ハルチオが河原木戦士のことを本当に憎いのであれば、武道を狙うのではなく、シンプルに河原木戦士を狙えばいいだけの話です。なので、銃を渡したのはサンズ・ハルチオである可能性は極めて低いと思われます。最後にもう一人の候補者。それが佐野万次郎。2008年のマイキーについてはほぼ未登場ということもあり、非常に情報が少ないんですが、マイキーを前提にして考察したいと思います。第207話にてマイキーは、来たか武道と発言しているように、現代から武道がタイムリープしてきたことを悟っていましたよね。つまりマイキーは、武道が自分を助けに2008年からタイムリープしてやってきたことを知っている可能性があるんです。しかし、黒い衝動に染まっているマイキーならば、武道を平然と殺せるでしょうし、現代からやってきた武道を煩わしく思い、六波羅探題を使い、武道殺害を企てる可能性は十分あり得ます。まとめるとこんな感じになるんですが、やはり武道襲撃の黒幕の本命は明石武臣でしょう。そして明石武臣を本命とする確固たるもう一つの考察をお見せしましょう。それが明石の恐るべき計画。六波羅探題を解散させ、戦わずして六波羅探題を手中に収めるというとんでもない計画なんです。明石武臣が描いた最悪の計画。それがテラノサウスの引退と、六波羅探題を戦わずして手に入れること。遅かれ早かれ今回の六波羅探題の襲撃事件について、テラノサウスの耳には入るでしょう。おそらくサウスは十中八九部下に対してブチ切れます。というのもですね、不良の時代を作りたいという目的を持っているテラノサウスからしたら、不良の道から逸れた武器を使って襲撃というのは許し難い行為。では、テラノサウスは対外的にはどんな態度を取るのでしょうか。結論から言うと、六波羅探題の解散とテラノサウスの引退。テラノサウスは敵キャラクターですが、不良の時代を作るという東卍時代のマイキーと同じ思想を掲げていたように、これまでの敵である木崎哲太や範馬修士、黒川伊沢のように、決して汚い手段は絶対に使わないと思われます。テラノサウスはまっすぐな不良なんです。そんなサウスはですね、下っ端といえど自分のところの人間が、ブラフマンの重要人物に殺害を仕掛けたなら、おそらく責任を感じるでしょう。最悪の場合どうなると思いますか？そう、サウスは責任を感じ、六波羅探題を解散し、各庁に渡す。もう勘のいい人は何が言いたいかわかりますよね。明石武臣の狙いは最初からこれだった。7月14日の3点戦争では、明石武臣と河原木千寿が、六波羅探題に攻め込むことが決まっていますが、明石の攻撃は、すでに始まっていたんです。それは戦わずして六波羅探題を手中に収めること。そしてポイントなのが、明石にとってですね、六波羅探題に花垣武道を襲撃させる行為が、成功しようが失敗しようがどっちでもよかったんです。表にまとめるとこんな感じになります。仮にですね、六波羅探題がうまくタケミチを襲撃し、銃殺すれば、タケミチはこの世からいなくなり、マイキーは黒い衝動を極める。明石は黒い衝動に興味を持っているならば、好都合です。またですね、仮にタケミチ襲撃が失敗しても、六波羅探題がブラフマンの重要人物を殺そうとした事件は高くつく。サウスの身体問題へ発展したり、六波羅探題の内部分裂を呼び込み、明石武臣は戦わずして六波羅探題を手に入れることができるんです。すべて明石が描いた絵だったんです。最後にドラケンが危ない可能性について考察したいと思います。第220話で銃弾が3発解き放たれましたが、その銃弾がどこに放たれたのかは現在分かっていません。そして銃声の直後にドラケンが駆けつけている。これに何かの因果関係があるのか。そう。竜宮事件は竹道をかばって3発の銃弾を受けている。関東事変で黒川伊佐奈が各庁をかばったように。現状第220話のラストシーンを見る限りは、ドラケンが銃弾を受けた様子は見られません。しかし気がかりなのは3発もの銃弾の行方です。もしかすると第221話では、ドラケンが血を吹き出すなんてこともあり得るのかもしれません。そして六波羅探題から乾清舟に情報を流させ、ドラケンに伝わるようにする。その後、ドラケンを竹道救出に向かわせ、六波羅探題にドラケンをも殺害させる。これもすべて明石武臣の策略なのかもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さん襲撃犯の黒幕、銃を渡したのは誰だと思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。最後に告知なんですけども、現在好きなキャラクターランキング開催中でございます。とんでもなく多くの方に投票をいただいております。まだ投票されてない方はですね、投票の方をよろしくお願いいたします。投票方法は概要欄に URL がありますので、URL の先のアンケートフォームから投票可能になっています。簡単に投票できますので、ぜひともご参加ください。ここで注意事項が2つ。1点目は好きなキャラクターを3人選んで投票をお願いします。2点目は投票の選択肢にないキャラクターについては、お手数なんですけども、その他の欄に記載の上で投票よろしくお願いします。また締め切りは9月5日日曜日23時59分となっておりますので、ご注意ください。ランキングの発表はですね、追って動画にて紹介したいと思いますので、こうご期待ください。